どうもこんにちは、漫画家のカッピーです。左利きのエレンという漫画の原作をやっております。今日は左利きのエレンに登場するエレンのコート、AK5 新月を、今こちらの、ビンというブランドセレクトショップの阿久津さんというデザイナーさんと今一緒に作っております。ちょっと今ね展示会なんでちょっといろんな音が鳴き声とか聞こえてますけど展示会に来てるんで、まずちょっと洋服をね、ちょっと見せていただきたいなと。マスクだし、久々だし、カミカミなんですけど、そんな感じで、ゆるい感じでやっていきたいと思います。はい、じゃあちょっと見せてみましょう。なぜかマイク代わりにバナナを持されたんですけど、これね、西部劇っつって、バナナ持ってて。テーマが西部劇らしいです。この、ね、銃じゃなくバナナを持ってるのが、ポイントでございます。かっこいいですね。はい、デザイナーの阿久津さんと、奥さんです。奥さんじゃ、今の流れだと阿久津さんの奥さんです。僕の奥さん僕の娘。今期はそこにある通りの、はい、西部劇っていうテーマで、変なのが好きなんです僕は。ただそれだけでやってます。いや面白いですよね。このでもウエスタン調ってなんか今年流行ってません？なんか自然とそういうのありますよね。あのジルサンダーが結構ウエスタンシャツとか出してた。あジルサンダー好きなんで、なんかあ今年はウエスタンなのかと思ったら、こうもっと上を行く西部劇っていうウエスタン調どころじゃないぜっていう。かわいいよね。見てこの女の人が着るともっとなんかギャップで可愛いかもしれない。ちょっとね、奥さんが今試着するんでね、見ましょうか。結構男性が着ても女性が着てもここのブランドはね。ね。またその感じが変わっていいですよね。そう、夫婦で着てますよ。めっちゃ夫婦で同じの着てますよね。そう、それが嬉しいですね。一番夫婦で同じのを着てるから、ね、色違いで本当ペアルックで。あ、かわいい。かわいい。おしゃれ見せて。かわいい。お。フェス行きたいね。それでもなんか色合いが合ってるよね。色合いが合ってる。そうかな。どう？合ってるよね。合ってるよね。同じコーナー。誰もいないの？可愛い。可愛い。女の子って感じ。ガガガ。今注目のサルモンって呼ぶんだけど。あ、なんか増えてる。ね。これいいよね。今も履いてますけど、こちらで買わせていただいたやつ。あ、そう、今履いてますよ。すみません、ありがとうございます。いえ、超かっこいい。一番いい色のやつ買ってる。でしょこれ一番俺が一押しのやつです。これめっちゃいいっすね。めっちゃかっこいい。そう、これも買った。カメも買ってました。これ買ったはいいけど、いつ履くのか未だに分かってない。なんかアルジェラだと思って書いてもらった。でも本当そう。めっちゃいいじゃんこれ。ファッションって書いてある。かわいいね。ね、似合ってますよね。うん。ウエスタン西部劇。バナナ持つ。バナナ持っとこう。うん。バン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 って言って、バザーバン。かわいい。かわいい。かわいい。いいよね。それいい。それがあれでしょ、パジャマ素材なんだよね。パジャマとして売ってるパジャマ。かっこいい。カッピーさん寝坊してもそのまま行けば大丈夫。そのまま行けるわ。寝起きで起きた状態で打ち合わせ行ける。で今日は。阿久津さんがデザイナーさん で実際その洋服のこう型を作るパターンナーさん交えて、打ち合わせをします。トワレっていう、なんていうんですかね、あのキナリのシーチングっていうんですけど、シーチング生地っていうなんかまあ安い 薄布っていうんですかね。はいはいはい、ちょっときなり色の素材ですね。まだテストですよね。テスト用です。本当にテストで、実際にその
パターンを引いてもらって洋服の形にしてもらって、素材とかはまた別なんだけど形のチェックっていうのを今日やらせていただきますので、それでは打ち合わせスタート、スタートすいません、じゃあ、はい、お願いします、お願いします。こっから左手で、でこっちのここから右手、最初別にもうもともと後ろに俺入れとくもんだと思ったけど、うん、それで後ろに入れとくだけでも OK だけど、あのなインナーのベストみたいな感じでも可能。すごい、これはすごい新しいですね、ここをこうくっつけてインナーのベストとしても着れて、だからこれだけ単品で外せるんで、これだけ外に出して、作業用のベストみたいな形でも着れます、そうですね、生地があのバリバリなんで、それでもでかさないかな、一応ね、口隠れるっていうあれがあったから、はい、そうするとね、でかくなってますよね、隠れるとしたら、うん、はい、それでもいいような気がしますよ、なるほど、すごい。かっこいい。襟がこうなって、あとまあフードも被ろうと思えば、こんな感じ。そう、すごい。いいっすね。ちょっと鏡見ないね。シルエット一回ね。あ、かっこいい。もうちょっとだからこの張りがある素材になりますね。そう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 。で多分襟ももうちょっと多分立つと思うんですね、あの生地だと。竹かっこいいっすね、この長いの。長いのかっこいい。でも思ってるぐらいの多分バランスですよね、それで。うん、下のでこれ膨らんじゃうのかな、そのボコボコが、うん、内側をだからもうちょっと柔らかい素材にして、あの外の素材が硬いから、うん、あの素材でやっちゃうと多分もう絶対膨らんじゃうと思うんですけど、そうですね、中は結構潰れる、前のアンダーカバーのやつもあれメッシュだけだったんで、メッシュとかだとピタンとなるんで、そういうのでカバーしていけばいいのかなと思うんですね、あのシルエット損なわないようにした方がいいと思います。はい、これも着方のあれ、うん、バリエーションになるだけなんですけど、こんな感じ。はい、なんかでも可愛い。おつの線という予定。確かに。ちょっとでかすぎるかもしれない。でかすぎですよね。ね、ちょっと取りますか。うん、多分これがなんかこのイメージとこのぐらいの感じです、ね。はいはいはい。あ、こんぐらいの。漫画のデザイン的にここについてはいるんですけど、実際漫画でも閉じたりはあんましないんですね。あ、ありますあります。そうですね。一応漫画のスマホも閉じられてる。閉じるのもできる。うん。Sサンドカラーとしてもみたいな。そうですね。あ、かっこいい。いう感じですね。これだけでもちょっと見てみます。ああ、はい、ループがついてるからこれを外さないと分かりづらいですね、多分ね、この絵だと。まあね、ちょっと、うん、本当はここにこのループで、うん、これがこう留め付けられてて、まあもうちょっと簡単に外せるようになってて、分かります、はい、これ本当はだからこれの長さが調整できたら、うん、あの今の位置でもいいし、もっと上の方がいいとか、はいはいはい、下の方がいいとか、後ろもタブがそれがすげえかわいい、ここで一応絞れるようになってるんですけど、うん、これは今の状態だとちょっと邪魔じゃないですか、もうお尻が邪魔するので、ね、だからもしかしたらもっと上の方がいいかもしれないし、うん、まあ、むしろなくてもいい。なくてもいいんです。確かに。ここはあんまなくてもいいかもしれない。コートと、まあ、つけるために、ここにもともとつけて、バタバタしないようにというのをつけてたんですけど。入れてみます。はい、はい、はい。入れてればいい感じ。で、ラッカーをこう。うん、
あ、もちろん。これをもっと高くしたいし、本当の別荘的な位置で。そうです、ね。そうなると、多分これ、今の時期長いって、ちょっと悪いけど、それの調整をできる仕組みをちょっと考えないと。そうですね。茅場町とか。普通だと、まあ、ここに、ここを引っ張る方がいいし。はいはいはい。そうただ、まあ、いうか、オーバーオールとかである感じの、うん、そうですよね。時間っていうのは、ちょっとオーバーオールっぽい。この中側が結構、いろいろ難しいそうですね。もっと簡易的にしてあげたいし、ね。そうですよね。右側に入りますか。なので、ね、左ひらも。太いやつもするね。かわいい。サインペンも入る。だ表はつるっとしてて、何もないようだけど、中開けたらすごいことになってるっていう。まあ、缶とかは、まあ、その、しょうがないというか、その、ここに入るものだとして、これの、影響でその外側がそこでのシルエットが損なわれないようにだけ気をつけてほしいのと、あともうちょい分かりやすくそうですよね感じですかね。でもこれ新しいですよね、この、うん、この洋服自体は、うん、これ中どういう素材がいいですかね。まあこれもあんまり硬くなくて、うん、なんか着やすい方が良くて、うん、じゃないと結局さっき言った影響が出やすくなるんで、うん、あの素材が硬いっていうのは逆にあの良くて、いろんな意味でこう、うん、そうですね、影響が出づらいから。すごいな、一式何でも入る。何でも入ります。これがね、結構缶の分の立体をやるから、どうしても膨らみがどうしても出るんですよね。だ確かにそうか、だかそういう意味でもメッシュだったのかもしれない、うん、入れてない時はこうスッと。そうで、この外側はもう本当いいですね。見栄えとしてシルエット含めて問題ないってことですね、うん、はい、張りが出るともう少しこうストーンパンパンパンになりますね、うん、なんかゴアテックスみたいな感覚の、うんうん、あ上がりになると思ってます、はいはいはい、シルエットっぽいですね。あの漫画の、うん、あのシルエットっぽい。近いですよね。うん、楽しみ。よかった。とりあえずシルエットオッケーもらえたな。うん、同色の黒で刺繍で AK5、はい、どっちかに。あ、入れる。はいはいはい、はいはい、あ、まあ漫画ではこう出てないですけど。出てないですよね。設定では同色で入ってるっていう設定だ。お。ちょっとまあどっちかに、はいはいはい、ちっちゃくでいいと思いますよ。ありがとうございます。はい、それでじゃあ、あとは素材決めと細かいその仕様のあれはあのお話ししとくんで、多分このベストの方の仕様というか、まあそうですよね、形というか、うん、それさえこれとの脱着の仕方とか、うん、これが多分問題ないんであれば、あとはこっちの問題だけなんですよね、うん、あとはだからこれをこれに脱着するんだったら多分今書かれてる仕様だとダメじゃないですか、うん、いろいろめんどくさいし、うん、だからその辺の脱着の仕方によってちょっとこっちの仕様が変わってくるかもっていう。だからこういう仕様のものをつけといてループ通してここでこうやって調整できるじゃないですか、長さ、はいはい、で、こいつとガッチャンコできるようにしとけばいいってことですもんね。だいたいわかりました。はい。このやっぱパターンが理解できる脳みそ同士の会話じゃないと、あの、ね、頭にパッパってこう浮かばないから。でも大丈夫だと思います。よかったです。カビさん、こういう細かいものを、はい、確定していく作業をしなきゃいけないので、その時間を作ってもらってやるか、はい、僕らがとりあえずこれが合うんじゃないかを考えたやつを最初つけてサンプルをあげるか。ああ、そうか。もうそう、次サンプルなのですね。
もういけるは状態なんです、はい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 、まあここの細かいとこもう一回だけ見たいってことだったらそこだけ直して、うん、どうですか見たいですか見たければこれをもう一回やり直しコートアンこのままで、まあ、襟元だけ直してもらっておいて、うん、一応完璧な状態にしてもらって、はい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 、この子を取り付け方含めこういうふうに簡単になったよっていうところまで一回これで作った方が、まあ、間違いはなくなるんで、そうですね、もし可能ならちょっと僕もあの普段皆さんがお仕事される人とは比べ物にならない素人なんで見れたら嬉しいは嬉しいです、はい、あの大変な作業だとは思いますが、じゃあそうしましょうか、じゃあ一回先に A 型を出します。そうですね、ベストは多分それはそれもらった方がいい、はい、まあこっちの上物に関しては別に襟カットするだけだ、そうですね、はい、問題はなころですね、そうですね、はい、ということでありがとうございます。かっけえ、あ、まあフードもでかいっすね、うん、でかいフードいいっすね、ちょっとでかくて前にかぶるような感じの手です、うん、はい、いいな、本当はこれぐらい高い、うん、シルエットはいいっすね、ね、その質感で小柄になる、かっこいい、楽しみだな、楽しみっすね、うん、楽しみ、楽しみです、ありがとうございます。じゃあ次は直してもらったトワルを見せていただきながら、はい、素材とか最後の爪って感じにしましょうか。じゃあそのタイミングでこれが終わった後、うん、素材提案とか目標とかを一緒に見て、そうですね、これにしたいっていうのをチェックしてってもらって、はい、でそれを僕らがまとめてやります、うん、あ、わかりました、はい、はい、ついにじゃあもういよいよっすね、はい、はい、楽しみ、手前でございます、はい、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、じゃあ引き続きよろしくお願いします、ありがとうございます。